はい、皆さん、のっぽさんです。こんばんは。本日のテーマ、レールですね。まあこの一見介護業界とは全く関係ないようなイメージがある言葉じゃないかなっていうふうに思われると思いますし、まあレールっていうのはね、私がこの介護業界においてまあいろいろやっていく中で本当に一つのテーマにしてましたし、今自分がどうしてこうやってスピード感を持ってやってるかだとか、いろんなことに、挑戦してるかっていうことの一つでもあるんですよね。まずね、確かにレールがあるとですね、安全ですし正確ですし、まあ寝ててもその目的地だとかゴール地点にたどり着くっていう、本当にいいものがあるんですけど、じゃあ介護業界って今のこのままでいいのかなっていうことを私自身はすごく感じた部分がありましたね。で、本当にちょうどそれが比較しやすいものっていうのが2000年にスタートした介護保険制度ですね。これは本当にその2000年にスタートした時点においては私自身は素晴らしい、世界的に見ても先進的な取り組みであったと思いますし、この介護保険制度を全く批判するつもりはないんですよね。で、本当にその当時にとってみれば介護保険制度ができたっていうことによって多くの人がそのレールに乗っていろんな方々を助けることもできたし、いろんな方々をゴール地点に運ぶことができたと思うんですね。ただですね、これ皆さんに一つ投げかけたいんですけど、今その介護保険制度において少しずつですけど、あれこのままでいいのかなとか、ちょっと利用者さんの目的地は違うところにあるんじゃないかなとか、これもう一つ駅が必要じゃないかなとか、もう一つレールが必要じゃないかなとか、違った路線が必要じゃないかなって思うことってないですか？最近ね、私すごくそれを感じるようになったんですよね。今の状況でも介護業界っていうのは他の業界に比べて、まあ民間企業に比べてスピード感は格段に遅いんですよね。6年前に私この介護業界に入ってきてデイサービスの運営を始めたんですけど、その頃の主要の伝達ツールがファックスだったんですよ。で、今もまだ主力がファックスなんですよ。周りを見ていただくと、もしくは自分の生活の中でファックス使いますか？どん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 自分の生活だとか暮らしの中では変化をしてるけど、介護施設の大半はファックスでのやり取りっていう。だからどん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 民間企業とですね、広がっていってるんですよね、溝が。ですから私はまあ介護情報誌クレセントっていうのを使って、まあ使ってっていうか作ってですね、まあクレセントオンラインっていうのも作って、さらに言えばこういったフェイスブックライブだとかクレセントチャンネルっていうのを作って、最近で言えばクレセントのオンラインサロンを作って、どん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 新しい提案をしながら介護業界が同じように変わっていってるんだよっていうのを家族さんにも見せてるんですよね。で、その中で家族さんは少しずつ変化してる、もしくは新しいサービスに対して、あ、これは良かった、これは悪かったっていう反応をね、いただけるようになってるんですよね。ですから今まであったレールっていうものは決して悪いものではないんですけど、2本目3本目、またさらにスピード感のあるもう一本別の路線だとか、そういったものを今まさに作っていくべきじゃないかなと私は思って、本日のテーマのレールっていうものにしたんですよね。もう多職種連携だけじゃね、確実に無理なんですよね。異業種との連携っていうのが私は必ず必要になってくると。要は介護保険制度、医療保険制度、
行政の取り組み、これは本当にしっかりしてるものだと思うんですけど、これだけで解決できない問題事が本当に増えてきてると、これね、本当は皆さんも感じてるんじゃないかなとは思うんですよね。私ののっぽさんのデイサービスのテーマっていうのが、まあご本人さんももちろんです、ご本人さんはもちろんケアしていくんですけど、家族までケアをする悔いのない介護っていうのが一つの大きな命題であるんですけど、まあその中でですね、介護職に対してもですね、しっかりとケアする必要があるっていうことも同時に話をしてるんですよね。私はこの介護情報誌クレセントをきっかけにいろんなものの取り組みをやっていくんですけど、全てこの自分がやってるのっぽさんのデイサービスで起きたことを解決するために動きたい、またそれを皆さんに何らかの形でヒントとして伝えていきたい、まあ、そういう思いがあって、まあ私のようなその未熟なね、介護で言えばまだまだ未熟な人間ではあるんですけど、こうやって私の意見に対して、いやそうだそうだって言ってくれる方、もしくはいやそれはちょっと違いますよと、のっぽさんちょっとその考えは浅はかじゃないですかって、いろんな意見が能動的にそれぞれの口からアウトプットされるような、そんな業界にしていきたいなっていう思いが私の中にはいつもあって、今私は外国人技能実習制度に関しても3年前からずっと介護以外の分野も調べてきてます。でさらに言うならば、今はインターンシップ生、これに関しても、一般財団法人の日本礼儀作法協会っていうところに私自ら加盟してですね、この介護業界にこのインターンシップ生っていうものを必ず、いい形で持っていきたいなと思って、今ベトナムの方、まあ、特にホーチミンの方とに通ってるわけなんですけど、今ベトナムの11の大学と提携をしております。その中の3つの大学は看護の大学です。でその看護の学生たち4年生を日本に連れてくると、まあそういったような取り組みをしてるわけなんですけど、この外国人だけに目を向けるんじゃなくて、今の若い世代にもね、同時に私はこういった使えるツール、Facebook、Twitter、YouTube、TikTok、あらゆるものを使ってね、この介護業界に興味を持っていただきたいと思いながら、若者と同時に海外の方々にもですね、訴えてるわけなんですね。レールの上に乗っかってると絶対一番にはなれないんですよね。必ずそれを作った人たちが前にいるから追い越すことができないんですよ。で、追い越すことだけがいいわけではないんですけど、その時代時代にあったそのレールであるんだったら、我々、まあ私は48歳ですけど、私が高齢者にと言われる世代になった時に今のままだったら絶対満足しないと思うんですね。ですから私なりに私の満足する介護業界っていうものを作っていきたいと思いますし、その思いを下の世代に伝えていきたいから、最近学生の方たちとも本当に交流を持つようにしてるんですね。棚橋が一番例なんですけど、私と16違うのかな。ですから私が今やってる姿って言っても、必ず棚橋に見せときたいし、そうすれば彼が私と同じような世代になった時に、彼なりにまたいろんなことを考えながら今の介護業界とまた違った動きをしていけるんじゃないかなと。でよくこの介護業界のセミナーで、他人事じゃなくて自分事として捉えようって言ってるにもかかわらずですね、なぜかそこだけですね、自分の会社でありながら他人事のようにして受け答えして、利用者さんには自分事でいろんなことを接するんですけど、
なんて言うんですかね、まあ、その業界を変えようどうのこうのって言った瞬間になると、まあ、大きなものを動かそうとするがゆえに他人事にしてしまう。なぜそこを自分事にしないのかなっていうのがちょっと悲しいかなとか思いながらも、まあそう感じるがゆえにですね、私は新しいレールっていうのをね作っていきたいなと。私自身が今あるレールは大切にしていきます。ただこのレール以外にも私なりにもう一本作っていったりだとか、皆さんなりにもう一本作っていただいたりだとか、若い世代の方、また本当に違った視点のとこからレールが入ってくるような、そんな何ですかね、業界としてもいろんなものを受け入れる、いろんなものを発信する、その相互の外の業界とのしっかりとしたコミュニケーションが取れる業界にしていきたいなと私は思っておりますので、介護業界を楽しくする、面白くする、そして何よりも自分自身が楽しくなるような、そんな日々を、暮らしを送りながら最高のサービスを提供していきましょう。はい、じゃあそれでは合言葉は頑張るばい。はい、どうもありがとうございました。本当に皆さん、いいねボタンありがとうございます。